おふくろはよく先祖の英雄アルトリウスの話をした。おふくろは若い頃親父のお気に入りの奴隷だったそうだが、病を得てからは犬と同じ扱いだった。今まで話したことはなかったがな、俺はお前らと過ごしてきたこの十数年間、お前らのことが心底嫌いだった。え、豚にも劣るアングな天人どもよ。なあ、足跡、俺だけじゃねえ。あんたは死んだ仲間たちも自分自身でさえも。お前、その女の子か。初めて殺した相手もノルド戦士だった。俺の親父だ。ヤギも狼の皮をかぶらねば草もはめぬ時代です。彼らに登場しますよ。直系のリディア様のお子だ。アシェラット、灰まみれか。そなたは功にお仕えしなさい。あのお方の知恵となり、剣となりて。あんたがアシェラッドか。なかなかの知恵者のようだな。そいつがどんなやつなのか、大物か小物か、利口かバカか、パッとつら見ただけで分かっちまうのさ。口の回る男だ。このアシェラッドには我らローマンケルトの偉大なる指導者の血が受け継がれている。ウェールズかクヌートか選べ。本心世はウェールズなどどうでもよいのだ。彼の地の産物といえば奴隷ぐらいのものだからな。嫌な面だな。こんな面の上に王冠が乗ってるなんてのは。剣を収めよ。さればこの比例は許そう。許す？図に乗るな、罰組が。バカで不潔で、てめえの欲望以外に何もねえクソどもさ。周りを見てみろ、トルフィン。この石くれは今のイングランドの住人、サクソン人が作ったものじゃない。サクソンよりも前の住人のものだ。当然のことだ。どんな強者もいずれは死ぬ。忘れるなよ、アシェラット。戦士としててめえを決闘で破ることだけが俺の望みだ。次の勝負がてめえの最後だ。心臓えぐり抜いて父上の霊に捧げてやる。ヨームのトルルの血引いてんだ。ただがくたばりゃしねえだろうよ。血は争えねえか、アシェラット。お前たちは決闘の作法を乱した。この勝負俺の勝ちだ。承知した。この決闘はあんたの勝ちだ。スティーレー！よくもよくもよくも父上を殺したな！お前も殺してやる！絶対に殺してやる！ま、時間は若いお前の味方だ。お前は成長し、俺は老いる。いつかお前に負ける日も来るだろう。やれよ。うるせえ。お前どう生きるつもりだ。これから先、俺が死んでからその先どう生きるつもりだ、トルフィン。何も考えてなかったんだろう。
いい加減先へ進めよ。いつまでもこんなクソくだらねえところに引っかかってねえで。肉体の生き死には問題じゃねえと気がついた。天使に大切なのは魂、そのありかだ。ビョルン、お前が今日まで俺についてきたのは何でだ。はあ、そりゃまあ俺がついていきたかったからだよ。俺もさ、俺も俺の主を選ぶ。ウェールズ討伐は取りやめだ。戦王の死によりイングランド軍残党の蜂起が予想される。まずはそれに備えねばならぬ。あんたと友達。ああビオルン、お前は俺のたった一人の友達だ。